2年前の大竹陽との戦いは1ラウンド2分16秒、スリーパーホールドで世界7位の内田が勝利しています。さあこれは新井城選手に聞きますか。新井城選手も2度大竹選手と戦いましたが、そうですね、内田君ともやってますし、はい、一度やってますしね、うん、まあ、思い出ある選手たちの試合ですしね。2人もね、そもそも再戦なんで、そこなんですよね、どれだけお互い進化できているのか、うん、まあ、2年経ってますからね、お互いにとって全然違う道のりを歩いたんだと思いますし、まあ、一方の大竹陽は今年6月度に初めて世界ランキング入りして、この10位にいます。これも新井選手、やっぱり世界ランキングシュートで入るというのはね、長年やってきている選手にとってはこれ一つのやっぱりこの力になりますよね。そうですね、かなり連敗もしてた頃もあるんでね、はい、あるんでね。さあここはトップを取ったのが内田です。グラウンドのテクニックはこれ岡美選手も、はい、内田はもう、そうですね、内田選手はなぜだかひょろひょろっともうすぐ上を取ってしまうっていうね、うん、まあ、見てて本当不思議な選手というか、本当内田選手のファイトスタイルって、まあ、本当に興味深く僕見させていただいてたんですけど、あのパワフルというか、そうですね、という感じの印象ではないじゃないですね。で今のテイクダウンもね、スラスラっとね、はい、もう入って、あのいつの間にかまた上を取っているという、まあ、いわゆるクリアな、はい、あのドーンというテイクダウンではない、ね、これ意外となかなかこういう難しいんですよね、こういうテイクダウンの仕方って。ただ一つ、はいはい、新井選手、この、はい、去年9月1年前にあの関口優斗選手と対戦して、はい、グラウンドで腹ばいの腕十字取られてるんですよね。そうですね、下からこうカウンター気味に内田君がね、まあ盤石に作っていくと思ったところを、うん、タイミングよく関口選手腕を取ったって試合ですよね。そういうのもありますので、あ、ただ足を1本超えて、はい、よりプレッシャー強くなってきてます ね、 ね、あ、これマウントまで行くんじゃないですか。あ、これもうなりましたね、マウントです。いや、これでバック向いちゃうと、あ、首フロントマウント、ね、フロント、今も大上選手マウント取っていきなりエルボーとかですね、はい、いや、ポジショニングもねしっかり強いので柔らかくて、今ダースを狙って、ね、今ね、千葉ネットは今日セコンドの大木久保博正選手をはじめもう名だたるチャンピオンを輩出してますし、いやー、バック、さあまたバック、ちょっとずらしてるが、さあさあちょっと大竹もピンチか、しっかり後ろになります。ちょっとこれは、まあ、2年前と同じような形に近づいていくがどうか、入ってる、岡部選手どうですか、もう顎下なんですよね、一本腕入ってます完全に、これは組んだ、入ったか、残り2分だが、これはダメか、タップしてきました、2年前と同じ結末、スリーパーホールド内田武一本勝利。なんでしょう、大上選手、その、あ、いつの間にかみたいな、そうですね、いや強いですね、まあ、やっぱテイクダウンの流れとね、ポジショニングをしっかり作る、はい、もう全てがもう内田選手らしい戦い方、これ強いですね、まあ、これはフィニッシュに近い段階、この前の段階からね、はいはい、もうここで腕がね、だいぶ入って、はいはい、あの相手の、ね、腕も制してるんで、はい、もうここの形でもうだいぶ決まってますね、まあ、あとはもう腕を入れるだけっていう、組むだけっていう、あの右腕を顎下に入れながら、その右腕で相手の手首を押さえてるんですよね、はい、さあマイクです。パラサラ松尾の内田武です。あ、何もちょっと試合のことで目いっぱいで何も考えてなかったんですけど、まあ、勝てて、まあ、次も頑張ります。かわいい、まあ、あの本人には大変申し訳ないんですが、内田選手らしいマイクになってしまいました。恐れていたことが起こったという感じもするんですが、まあ、ランキングで言いますと今内田が7位ですし、これで勝ったということは、まあ、上がっていくことは間違いないんです。一つ上には同門の内藤信孝がいまして、その上の5位が沖縄の宮城雄一で、まあ、平達郎選手は4位ですが UFC です。3位がヤックル慎吾選手、2位が関口優斗選手、1位が
山内渡選手というのが現在のフライ級です。ただ今日これ、ね、新井選手、はい、まあ、このランキングで見て内田がここで、まあ、勝ってしっかりあの上位をこれから荒らしていけるという足場を、ね、あの作れたんじゃないかと思うんですが、改めていかがですか。本当この流れが、うん、殿下の宝刀というか、はいはい、内田君の毎回のスタイルで、このスタイルをそれこそさっき言った上位陣に、まあ、全員にこう完遂できる、遂行できる、うん、決めきれる力は十分あると思うんですよね。なるほど、はい、